歩道の方で、応援の方をお願いします。トップランナーかな、20分ぐらいかな。はい、トップランナあぶねえ、危なかったね今。かわいそうにな。最悪や。まあでも間違いなんでよかったよ。信号赤ですよ。あっちを、あ、もうちょっと、なんだった、もうすぐ40キロ。あの狙いよ。ラスト、ラスト、ラスト。ああ、いや、なくて、今思ったでしょ。うつりよったけん、近いところに。内側入っとったんですよ。があのあってちょっと練習量を落とした期間が考えようよりは、まあ、いい理由になったかなと思いますけど、女子の情報35キロの通過で言いますと、この大城、そして下村、村上、細川、筒本と入っているようです。ショックが上がって水間ジャックぐらいで落としているかもしれません。2週間前も水間ジャックの方が知ったんです。それね、そうですね、3週間前にハーフ56分に行って、1週間前にフルマラソン2時間18分台に行って、タイ、まさか今年今回優勝後に早稲田大学の選手に対策はしたんですけど、予想外に風が強くてスローなペースに、そこはちょっと待っていません。まあ、それでも、まあ、最後までついてきたなと思います。これはお汁粉を振る舞っております。スタッフが先ほどから、うろうろと会場内を周遊し始めましたので、お汁粉の無料配布、前田のあんこでおなじみの北海道産小豆 100% のあんこで作った温かいお汁粉ご用意をさせていただいております。ブースに足を運んでいただいても結構ですし、またあのその場で飲んでいただいても結構です。スタッフが今ぐるぐると回り始めました。そして日本航空はコンソメスープ、こちらビーフコンソメスープを用意させていただいております。数に限りはございますが、ぜひこの機会にお試しください。ただいま日本航空では松山から東京、羽田6往復、大阪、伊丹3往復、福岡4往復、鹿児島1往復、4路線運航をしております。東京線はもうちょっとやろうです。もうちょっとオイルカレーに出るから、もうここまで来るからあまり食べへんから。ふふふふ、広がしろさんみたいな。これ今まで団体じゃないけど分かる。